はい、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は7手です。考えてみてくださいと。これまあ、もうなんか必然の手ばっかり、詰むという前提ならば、もうそれしかないっていう手ばっかりな感じなんで、そんなに難しくないかなと。っていうのは、この歩取られて上に逃げられたらもう一巻のおしまい。だからといって、ここに打ち込んでいくのは、3-3の地点は、攻め駒は2。で、守りは、まあ、この2はまあ一応引けないから数に入れないとしても3なんで、2対3のところに打ち込んでいっても、それは勝てないですよ、ね。となると、もう、この歩を取られないってのは、もうこれしかないですよ、ね。これでまあ、玉を、もうこれも 同玉の一手ですね。これでまあ、ここへ行かれる心配がなくなったんで、あとは、この香を通したい。でまあ、もう次はもう1-3に打つしかないんですけど、これ、香を打っちゃうと、こう取られて、その後こう逃げられたらもう、全然ダメなんで、ここはもう金を打って、これはもう同銀の一手で、これでまあ、強豪の筋が1本取ると。そうなれば、あとは金がなくても大丈夫ですね。2一に銀ならずと。で、1一玉の一手で、まあ、歩じゃダメですけど、強なんで OK ということになりますと。ということで、詰め手順を確認すると、初手が1二馬、同じく玉。1三金、同じく銀、2一銀ならず、1一玉、1二香までの7手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰め将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。